おそらく喋り声と歌声のギャップコンテストがあったら私は相当上位に来るじゃないかなと思っておりますけれども、私ソプラニスタと言われる男性ソプラノの、声優で歌を歌っております木村祐一です。今日はどうぞよろしくお願いいたします。私の大好きな大好きなもう大先輩、オルガニストの森涼子さんです。今回もう7年ぶりぐらいの再会になったんですけども、よかったら大学院の時の木村少年の印象なんかも含めて自己紹介していただければと思います出会った時の印象と、やっぱり先ほどもお話にあった通り声を出した時のあまりのこのギャップぶりに衝撃を受けまして、でそれからずっと彼と共演を続けていくことになったんですけれども、演奏も声もですけれども、すごくお人柄もいい方なので、本当にいつも気持ちよく共演させてもらって、何一つ悪い印象はなかったのです。ああ、よかった。この辺は打ち合わせなしだったので、知らない話があれこれ出てきたらどうしようかなと思って、ドキドキしながら聞いてます。先生が紹介をしてくださって、音楽家がある事務室の前に森さんがいるところで、ね、私が捕まれて先輩、木村雄一と申しますっていう、ね、自己紹介をして、でもどうやら先輩その時のこと忘れてらっしゃるからね。そしたら先輩がおっしゃったのが知ってますよって言われたんですね。どうやら私のことはなんか遠くから見てくださってたようで、それでヘンデルの曲とかいろんな曲を大学院の時に共演しながら一緒に勉強していったというね、本当にありがたい先輩で